大変な思いもたくさんいたしました。私たちがこのような状況でこういった宴を開くことにあたりたくさん悩みましたが、皆さんも今日来ていただくことに対して少なからずとも悩んだと思います。もしかしたら今日旦那様奥様と喧嘩して家を出てきた方もいるかもしれません。確かにそうかもしれない。しかし今日皆様は来ていただきました。横山さんの挨拶から始まり、横山さんの乾杯、彩子さんのスピーチ、そして85時のみんなの横、何より皆さんから温かい言葉をかけていただきました。私たちは一人で生きているのではない、皆様に支えられて生きているということを本当に実感いたしました。これからは二人でよく言いますが、悲しみは半分、喜びは2倍的な感じで夫婦の絆を深めてまいります。そして私は家庭を大事にすることはおろそかにはしません。その中で社業に邁進し、地域貢献に、地域に貢献します。それをもちまして皆様への本日の倍返し挨拶いただきます。では最後になりましたが、皆様のご健康そして繁栄を記念いたしまして、本日のお結びの挨拶と返させていただきます。本日は誠にありがとうございました。頑張った。いや、すごいよ。お父さん面白かった。チェックイン。え？で、それから新郎新婦の部屋を内緒でスイートルームにチェンジをして、ちょっぴり飾り付けをするよ。新郎新婦は知らないスタンダードなお部屋からスイートルームに変わるだなんて。